新大魔王無敗だった編成ですよ。今度ゲームセンターのさ、やつらなんてさ、もう、ちょいでしょ。なんかめっちゃウケた。これで終わりでーす。ユーたちも教科書で習ったはずでーす。てか、こんな回、本来これが普通なんです。すべてをズタズタに引き裂くアサルトクロー。よいしょ、オッケー。さあ、5戦目、折り返しです。ここ勝てば折り返しになるね。5戦目はですね、あーん、これですよ。みんな大好き、メタル軍団。よう出てきますわ。戦士パーティーでよう出てくるテンプレートみたいなもんですよ。相性はまずまずって言ったところですかね。戦士が属性に弱いんで、ブレスで弱点取っていきましょう。ブレスで、まあ、いけると思うよ。まあ、このゲームのブレスはメタル系にもね、よく効くんですよね。特に炎系ブレスとか暗黒系ブレスはメタルに効きます。まあ、問題は、なんだいきなり。うわ、ちょっと待って。やだ。やだわ。すげえやだわ。いてつく波動使わなあかんかもしれん、これ。ワンチャンいてつく波動使うのも選択肢に入ってきたな、これ。こういうのは。ヒットアンダメにいけないとか。いたー、ちょっと待ってー。これ、ワンチャン波動あるぞ。ワンチャン凍てつく波動使わないとダメかもしれん。そうでもしないと、これ、パチョられる。パッチョ現象が起こっちまう。でも、ほうやっぱね、ハゲ城の打率はいいね。打点はかなり取れる。天罰はまあ大丈夫でしょう。まあ、オッケー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 。で、煉獄切りになっちゃうのは仕方ない。ドラゴンとの、コンビネーションだ！ゴー！オッケー！はい、オッケー！いいねー！メタルキングの鎧をつけてるとね、属性耐性が下がるんですよ。なんで、灼熱とか激しい炎、煉獄切りにも打点がね、通りが良くなります。すごく。まあ、でもメタル系一式、ちょっと夢はあって好きだけどね、俺も好きなんだけどね、メタル系一式。ただ、弱点がね、あまりにも露呈しすぎるのが、なぁ。そう、自分も調べてから分かったことなんですけど、弱点が露呈しすぎるんですよね、メタキン一式すると。まあ自分はアーケード時代そんなの知らずにね、あのメタキン一式いいなーってなってたけど、まさかこんなに属性に弱くなると思わなかったよね。来た、高速切り。なんで戦士がハグメタより早いんだよ。まあダメージはそこまででもないんで大丈夫と思いますが、よし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 、ストレンド代行して99は恥ずかしいな。煉獄切り、ゴー！オッケー！あ、オッケー！いいよ！ 777。ヒットアンダーウェイ。これ、本当に波動した方がいいかもしんない。痛い！ちょっとこいつずるいわ！これ、一手つく波動した方がいいか？ワンチャン、ギガデインで持っていけるかもしんない。ただ。557。で、灼熱吐いたから、ギガデインで持っていけるか。ギガデインで持っていけるんだったら大丈夫。オッケー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 。戦士40が押さえして、さすがにね、はい。オッケー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 。2ターンで溜まってたら俺切れるよ。2ターンで溜まってたら、ハルトだからそれ、2ターンで溜めてくんの。よし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 。もうヒヤッとするぜ、ハグレメタル。さあ、6戦目。さあ、ここを勝っておきたいところである。せめて、さあ、6勝はしたい。はいー、お互いドラゴンがいっぱいだー。お互いドラゴンばっかになっちまったよ、この戦い。バランが見たら歓喜するだろうな、この光景は。さあ、耐性の高いドラゴン同士がぶつかり合っております。HP もしかもね、似たり寄ったりみたいなもんだからな。その潮流軍団使われると思わなかったわ、こっちも。まあでもここは勝っておきたい。正直。最低ライン6連勝はしたいんだよ。ゲームセンターの NPC って。あの7戦目からが本番みたいなとこあるから。7戦目が上級職とか普通に出てくるんで。それを考えると、おー、ライダー避けてんね。それを考えると、6連勝は当たり前の領域に入ってくるんだよね。あ、大事です。暗黒耐性。大丈夫ですよ。もちろん。あー、オッケー。さあ、問題はお前だ。このラリホーの通りで勝負が変わってくる。オッケー！ノーコーン！オッケー！
さあ、ここから切り返そう。狙いは主人公かな、基本的には。おー、すごいとこ行ったねすげーとこ行ったな、お前。アサルトグロー。オッケー。はい、オッケー。いいよ。いいよ、いいよ。しっかり当たれば大丈夫だよ。死神の盾とか持ってくからさ、何でもガードするからね、あいつ。あいつ何でもガードするからね。ほら、避けた。やっぱ避けちゃったか。お互いに誰、打点取れない歯がゆい試合をすることになるな、これ。歯がゆい次第になりそうだな、これ。夢見のせいか。まあまあ、夢見のせいの方がありがたいんだよね。打点は全然大丈夫だから。うん。まあ、ラリフォーマがちょっと怖いかな。おお、大丈夫やった。まあ、潮流がね、溢れ返ってますね、ちょっと。まあ、お前は前だったか？なんだったら。メタルドラゴンよ。まあまあ、ここから、ここから。全然ここから。あー、なんでもガードすんなよ、お前。お前何でもガードすんな、本当に。死神の盾のね、何でもガードとね、回避率が えげつねえ。くそ、本来ならな、こいつら呪文一つありゃ、もう一発なのに。呪文がないんだよな。大魔王に呪文って持ってきねえもん、だって。大魔王ってその性質上、あんまり呪文持ってきないんですよ。あー、ちょっとちょ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 ね、呪文があるとないとではね、ゲームセンターの難易度がね、全然違うんだよね。いやー、正直ボーダー持ってって欲しかった感もあるんだけどなー。これは泥試合だぞ、いくらなんでも。かかっちゃったか。まあ、仕方ない。まあ、ラリフォン一体で済んだらけ、まだマシと見よう。どうしよう、次、光る玉？光る玉が安牌か？とりあえず。オッケー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 。管理玉すんのが一応安定な気がするんだよな。判定勝ちに持ってった方がいいかも。お互い打点の取れない試合してるから。これだったら、そうだな。骨の雨。まあ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 。いった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 トマトイ攻撃？おら骨の雨なんかに痛恨出るか、バカ野郎。バカ野郎、骨の雨に痛恨出すんじゃねえ。そんな出る技じゃねえのによ。まあ、光る玉かな。ここは光る玉かな。正直、このターンに削り切るのも絶望的で、まあ、判定勝ち持っていくんだったら光る玉ですかね。で、4ターン目に何切ってくるかだよ。君が。波動！そうだ、こいつ波動だ。まあ、合ってるっちゃ合ってるか、光る玉で。これワンチャンさ、たまんない説あるからちょっと怖いんだよな。ラリフォーで全止まりとかしたら、たまんなくなっちゃうよね。いや、さすがにそこはないと信じたい。あと判定負けとかいうさ、悲しいことだけは避けてほしい。いや、さすがにね、ラリフォー、嫌だ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 。まあ、ああ、嫌な予感がする。いやでも、ラリホーって、勇気の回収量少ないんですよ。うん。ラリホーって勇気の回収量少ないんで、4ターン目に光玉を使わずに勇気が保るなんてことはありえないはずですよ。実際問題ありえないですよ、そんな。そんな不正ですから。いや、普通ありえません。普通はない、そんなことは。だから、次のターンにとどめ打たれたら、そんなパチョられることがあったら、私は切れます。てか、避けすぎなんだよ、君たちが。いやいや、まあ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 、まさか。まさかそんなことはないでしょ。4ダメージ溜まってる？そんなことはありえません。こっちが溜まってないんです。はぁおかしいって。ラリフォーカス当たりばっかだったじゃん。お前のラリフォーカス当たりばっかだったよ。そんな勇気たまんねえって、お前。そんな勇気たまらないし、光玉使ってないんだろ？なんで溜まってんの？こっち溜まってねえのに？こっち光玉で250よ？お前いつかと減らして勇気100よ？いくらなんでもめちゃくちゃだいや、
これはちょっと俺悪くないと思うんだよ。6連勝は当たり前の領域に入ってくるんだよね。さあということで大魔王召喚カードを使ってのね戦いになります。一体だけ倒してね大魔王いるじゃないですか。そのために悪の化身俺潮流軍団の前にられた潮流じゃないですか。暗黒だけど唯一倒していない大魔王がまだいるんでね、そいつを倒しに向かいます。なのでこいつは前座です。もうここの前座に負けるわけにはいかない。動画終了しちゃう、それだとさあ潮流軍団にね、あ闇へのいざね、おやべ潮流だからなこっち、おいお前ら世界の半分をやろう。全然聞いてないさあドラゴンたちの反逆と行こうや。竜王よ、竜の中の王とは言ってもお前大してそんな強くねえからな。パスに負けるぐらいなんだったらパスに負けるからね、全パス SP なしに負けるからね。もう竜王の威厳なんてね知ったこっちゃないんですよ。お前はねレジェンド魔王カードではつくつくでおり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 、まあ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 一よけピなんてね大丈夫ですよ。まあ気にしたもんじゃないです。よいしょ、オッケーいいよ。もう素直にとどめボーダー持ってくだけなんでね、まあ、大魔王に関しては敵なしと言っていいんじゃないかと思いますよ。このチームは硬い、硬いし強い、遅いね、ついでに言うと、うん、またまた、まあ、先見た、先見たってこ波動ウー、どうしてもとどめを打たせたくないと見える。でも、ね、HP4000 ぐらいだからさ、ワンチャン削り切っちゃうんだよね竜王だと。まあ今んとこポコスカポコスカとね後ろ向いてるから当たらへんねんな、きっときっとテールアタックは後ろ向いてるから当たんないんですよそういう仕様ですかね本当に。アサルトクロー、オッケー、はいオッケー、いいよ。さあここ大事よ、覇者の首かせ、余裕です余裕です。なぜか知らないけど誰か一匹ドラゴンが避けてしまったドラゴンが避けてしまった。3回目、3度目の正直、さすがに当たった3度目の正直だったよかったよかった。飛竜切り、せーの、よいしょ。あらまあ言うてですよ、言うて大丈夫大丈夫大丈夫、こんなにポコ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 避けられてますけど本当に攻撃命中率の運悪いなお前らお前ら本当に攻撃命中率運悪いね。まあもうとどめ打ってゲームなんでね、波動ウー、まあ先制波動なら問題ないです、先制波動なら何の問題もありません。まあ、このパターンね、よく見てきましたよ。先制波動になりやすいように、おしゃれ着がね、そもそもね、ありがたいんですよね。普段なら、デメリットとなる、まあ、素早さあるじゃないですか、このゲームに関しては。素早さが低下するんですよ。この、今の着ているおしゃれ着は。素早さが低下するってことは、その分、高校置いてつく波動の危険性も減るわけですよね。3回外したの。行くぞ、パッチョの恨みさっきのパッチョの恨みはこの野郎、おら最終奥義も入ってるんで2900になりましたね。そうこのチーム何が強いかって耐久性と水準程度の火力、そして最終奥義ですさあまだ倒していない、一体だけ倒していない大魔王いますね。行きましょう、潮流軍団、灼熱の10連戦やドレアムをね一発突破した最強軍団が送る冥府の帝王攻略。いや勝てると思うよ正直、たかだか白目、ただ懸念点はこいつがいろいろな状態異常を使ってくること、それだけだね。まあただデッドリークルーとかのだなんか威力高い技も備えてるからどうだろう、ガイストラッシュは麻痺あるし、耐久足りるかどうかっていうのが大事になってくるね、とにかく。ただこいつらって赤目ドレムのダブルギガスローも平然と耐えてくれたんで赤目ドレムのダブルギガスローも1100程度に抑えてくれたんで耐久面は大丈夫だと思います。まあモンゴちゃんの嘆きもね全然大丈夫だと思う、それこそ状態上、あーでもドラゴンライダーがそれ行くから、まあ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 ライダーは仕方ない、ライダーは呪われちゃうのは仕方ないね、うん君は仕方ない、そこにいろ。まあでもダメージは全然なかったな。さすがにモーちゃん投げきやし。ああそれすんげえ困る。すっげえ困る。このターンだってなんと200ちょっとしか出してません。
困ったもんですね。まあ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 、最新奥義もあるんで3800まで乗せてくれればね、私は何の文句もありませんよ。うん、まあでもいや、さすがにいけるでしょ。だって赤目ドリアもいけたんぞ。赤目ドリアもいけたんやで、いけるでしょ。波動、まあここで波動か。まあまあいいでしょう。こいつは5ターン目の高校凍てつか波動も存在しないんで、ゆっくりやっていけば勝てます。そう、5ターン目はドルモアとかのタクになるんで大丈夫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 。5ターン目までちゃんと削れば大丈夫だよ。 OK、 はい OK、 いいよ、いいね、いい打点出んね。打撃耐性のウケラ261なら十分だ。こいつならブレス並みにいいダメージ出してる。ドラゴンライダーは、ドラゴンライダーも思い出あるんすよね、なんだかんだで。初見実況の時に、まあ、やたらめったら出てきましたよ、こいつ。ドラゴンとのコンビネーションだーってよく言っとったからね。あ、来たね、ガイストラッシュ。これ状態異常待って嫌な技なんだよな。ダメージも高いし、ぐる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 、せー、うわー、ダメージも結構あんな。で、ドラゴンライダードラゴンライダードラゴンライダー、ドラゴンライダーまた君か、また君なのか。まあでも、耐久は足りそうだね。耐久はな、普通に足りそうな気がしてきたけど。耐久は足りる。ちょっと火力が危ないかな。だから、攻撃 SP に回した方がいいかも。あとはちょっと勇気も危ないな。この感じだと。勇気もちょっと危なくなってきたな。さあ、ここ大事。波動ってなると、光の弾が塩梅になってきましたね。SP は光の弾が塩梅になってきた。ここまで波動を重ねられると。24に波動を引くんだったら、でも、とどめボーダーは、あともう少しなんですよ。言っちゃえば。最終奥義のおかげで3800でいいんで、だいぶ楽ですよね。OKOKOK。必勝パターン来たか？これ。パターン入ってますね。これパターン入ってますよ。あ、OK！ いいよ。で、次のターンに光の弾して、向こうの攻撃を耐えて、リーサルだと思います。で、最終奥義のさ、なんか、心の余裕ってすごいよね。だって、一発ギガソード撃ってるみたいなもんだからね。さあ、光の弾使って、しっかり、状態上で止まるとことかね、懸念しておいて、しっかり光の弾使って、これでもうリーサルです。さあ、ガイス何してくんの？ドルモア！まあ、ドルモアはね、余裕ですよ。灼熱暗黒だったかな？うん。ダメージ的にも余裕です。最後に、お前らの耐久見せてやるや。せーの！硬い。139。圧倒的に勝ったな、これ。これ圧倒的に勝ってるぞ。これ、あれだな。最終奥義なくても勝ててるな。ドラゴンとのコンビネーションだ、行くぜー、 OK！ はい、 OK！ 最終奥義なくても余裕で勝てるじゃん、すごいな、やっぱやった、前大魔王を制覇したぞ、お前らおめでとう、前大魔王を制覇おめでとう。最後はやはりこの方、ライアンに登場していただきます。私にメンタルとは何なのか、このゲームにおいて何が大事なのかをね、教えてくれた張本人、ライアンです。そう、このゲームはメンタルとかでどうにかなります。モンスターのスペックでもね、メンタルメンタル言ってますけどね、正直今回はね、モンスターのスペックが高すぎた。モンスターのスペックでただただご利用しただけなのよ。これはやってることは、ティラさんが強いモンスター使って強いスキャン使っただけなの。最大の敵は、やっぱり、このゲームの NPC、